島田市の染谷絹代市長が来年春の次の市長選挙に4期目を目指して出馬する意向を表明しました。引き続き市民の皆様、議員の皆様と力を合わせて市政運営に取り組んでまいりたいと決意をいたしました。その結果、今日の市議会の答弁で続投に意欲を示した染谷市長、市の教育委員長などを経て2013年の市長選挙で初当選し、現在3期目です。社会・経済情勢の変化を推進力に変えて、新しい未来への希望を生み出し、活力あるまちづくりに取り組んでいくことが必要と語りました。次期市長選挙への出馬表明は染谷市長が初めてです。島田市長選挙は来年5月18日告示、25日に投開票の予定です。